ったら閣議後の記者会見を始めます。大臣お願いします。はい、本日の閣議において、去る6月19日に成立した障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布日を6月26日、とすることになりましたので、知らせをいたします。この法律は障害者権利条約の締結に向けた制度改革の一環として本年4月26日に国会に提出したものがあり、衆議院参議院ともに全会一致で可決され成立したものです。本法の立案の過程においては障害当事者の皆様をはじめ様々な方面から差別のない社会を望む声をいただきました。本法の成立は我が国における障害者差別の解消に向けた歩みを大きく前進させるものであると考えております。約3年後平成28年4月1日の施行に向けて、今後関係省庁とも連携しながら基本方針の策定や法律の修正に着実に取り組んでまいります。拍手をあげます。男女共同参画白書について申し上げますね。今現物を出してますので今日の閣議の資料全部出して全部引き出してください。まず、これは消費者の方なんですが、男女の発表も入っていると思うので、全部引き下さっておいて、男女の発表が、男女の発表も今持ってきますけれども、本日の閣議において男女共同参画発表を確認できていただきました。この発表は、これが、ね、消費者の方ですね。ここに何度か入っていない。ありました。はい、これなんですけど、これは、ね、概要なんですけれども、この白書は男女共同参画社会基本法に基づき、毎年国会に提出するものです。本年は成長戦略の中核である女性の活躍を特集しました。女性を取り巻く状況、人々の意識や行動と分析し、若者女性活躍フォーラムでの議論も含めて、今後の取り組みの方向性も示しております。例えばですね、この概要の43ページでございますけれども、女性国家公務員の対象登用、国の審議会等における女性委員の登用的に積極的に取り組みを要請したことが書いてあります。まあ、人事院総裁の方にですね、海外に、留学や赴任した時の、配偶者の同伴について、休業が取れるようにという要請をいたしましたけれども、ちょうどですね一昨日新しく人事官に女性から任命されました市宮直美人事官が大臣室にご挨拶に見えられましたので、まあ、女性の人事官としてですね、その女性国家公務員の配偶者への同伴通常について、さらにですね、お願いをしたところでございます。またですね、東日本大震災と原発事故がありましたので、復興に向けたですね、また防災活動の中での女性の参画というのをですね、一層を推進するようにということを書いてあります。概要の54ページでございますけれども、先般発表しました通りですね、取り組み指針、ガイドラインをですね、防災の観点、防災の中に女性の視点、男女共同参画の視点をですね、入れるようにということをですね、特に私の声で取りまとめて、地方自治体と共有したということも言ってございます。はい。はい、こんにちは。それから次ですね、男女共同参画週間の方ですけれども、
6月23日から29日まで紅一点じゃ足りないをキャッチフレーズに男女共同参画集会を実施し、全国で広報啓発活動を集中的に展開します。ポスターがですね、パズルの中に緑のパズルに1個だけ赤いピースがあるポスターがそこにあります。あれなんですけどね、これがなかなか可愛いです。これは20代の女性がですね、こう言ってんじゃ足りないっていうキャッチフレーズを考えてくれたということで、勝間和代さんなどを選考委員 の選定によってその方が選ばれたんですけど、20代の女性ということで、こう本当に、男女共同参画集会にメッセージ性があるなと思っておりますが、これをポスターにしてですね、広報啓発活動を全国で、展開します。先週末福島県の男女共同参画のですね、そこは男女共同創生センターね、行った時もこれが貼ってあります。週間中の6月28日には男女共同参画を社会づくりに向けて、全国会議ですね、開催します。6月28日ですね、そして功労者に対する総理表彰等も行います。閣議では私からこれについてご紹介をして、改めて各閣僚に一定の一層の取り組みを要請をいたしました。ありますね。はい、次にですね、食育推進全国大会の開催について申し上げます。明日からの6月22日、23日の2日間にわたり広島県において第8回食育推進全国大会を開催します。食育推進全国大会は毎年食育月間である6月に開催をしていますが、今回広島で行います。おいしい広島、楽しい日本、食育を科学しようをテーマとして開催をします。私自身もですね、22日の開催式に広島に行きまして、主催者挨拶および食育推進ボランティアの表彰を行う予定であります。またですね、食育のですね、一環としてですね、食品中の放射性物質に関するリスクコミュニケーション、これをはじめとした科学的観点からの情報発信を行うということでですね、食育に関する国民の理解を深めるためのさまざまな取り組みを推進します。そして、約60の団体にブース出展をしていただくほか、講演会、それから全国からパネリストの方にお招きしてパネルディスカッションと政治プログラムなど盛りだくさんの内容になっております。はい、これで広島に行きますので、福島県から広島県に母子避難をしている方々の母子避難者の会の皆様ともですね、別途時間を設けて意見交換を行うということになっております。このなんですが、昨日ですね、DV 防止法がですね、成立いたしましたけれども、これに関連してですね、被災地における、DV と児童虐待が非常に増えていると、政府協議会議、委員会可決いたしましたけれども、そして今日成立をする予定でございますが、DV 法、そしてDV と児童虐待の被災地における数値がですね、例えば福島県だと児童虐待が 1.6 倍というふうにですね、昨年度比 1.6 倍というふうに激増をしております。そこでですね、内閣府ではですね、福島県においては相談窓口を継続をしていくというふうにまあいたしました。そして岩手県、宮城県についてはですね、引き続きバックアップ支援をしていくということで、面接訪問グループ活動というのをですね、
協力支援をしていくというふうにいたします。説明の紙でございます。次に消費者の方でございますが、本日ですね、白書目白押しでございまして、消費者白書、これをですね、国会において閣議決定をいたしました。これは初めての消費者白書なんですよね。これでございますけれども、昨年改正されました消費者基本法に基づきまして、初めての、それに基づく初めての法定白書で、ございます。消費者問題の現状や昨年度の消費者政策の実施状況について取りまとめをしております。こちら概要で、ございますけれども、例えば概要の41ページにですね、これ消費者政策の主な進展としてですね、さまざまな消費者政策をですね、ご紹介をしております。次にですね、あそこの消費者白書の特集は高齢者の消費者トラブルを特集をいたしまして、高齢者の相談、増加をしていると、それから金融分野をはじめとする特質症候群による高齢者の被害、それが深刻となっている状況について報告をしております。次に消費者事故に関する国会報告、これもですね、閣議決定いたしました。これでございます。これは消費者安全法に基づいて消費者事故等に関する情報の集約および分析の結果を取りまとめたものでございまして、平成24年度下半期に消費者庁に通知された消費者事故6210件のうち、重大事故等は686件で、そのうち最も多いのは車両や家電製品等の火災でございました。今後とも消費者事故等に関する情報を適切に集約分析し、消費者の皆様へ分かりやすい情報提供に努めてまいります。私からは以上でございます。それでは質疑を行います。名前の後にご質問をお願いします。ご質問ありますでしょうか。NHK のサンデです。消費者白書についてなんですけれども、高齢者の被害の特集ということで、非常に深刻だというふうにおっしゃいましたが、これをどう受け止めて、何に取り組んでいくかというところを伺いたいんですか。高齢者の被害はですね、件数もそうなんですけれども、金額がですね、一人当たりの被害金額がね、非常に大きいというところがですね、深刻で、ございます。ですので、高齢者の、そういったこう、財産を狙ったですね、悪質商法をいかに防いでいくかということでございますが、本人に対する啓発もですね、例えば老人会とか、そういったところで、一層周知啓蒙していくとともにですね、そのステークホルダーというか高齢者と関わりのある、施設の皆様や、例えばそうですね、後見人等も入ると思いますけれども、こうそうしたその関わり合いのある皆様のですね、今まで、消費者庁が接触していた範囲をさらに広げてですね、一緒になって、啓蒙だけではなく防止のための取り組みについてですね、検討してまいりたいと。それの中から一枚出てまいりましたご意見をもとにですね、また新たな政策や制度等を構築していくということも、あるいはあるかもしれませんけれども、そういった取り組みをしていきたいなというふうに思っております。この問題に関しては、だいぶ前から言われていて、はい、でいろいろ取り組みも進んでますが、ずっとこう増えていって、ますます増えていって、ちょっと無力感も現場にあるようですけれども、そのあたり、スピーディーに自己性のあることでやるぞという意気込みを改めて聞かせてください。そうですね、青年後見人制度等もですね、一部にですね、さまざまなご意見もいただいておりますので、啓蒙だけでなくですね、今私の主婦さんの皆様の啓蒙方法でございましたけれども、さらにですね、そういうその関わっている高齢者の関わり合いのある高齢者の皆様の身近にいる皆様と共にですね、
どういった取り組みが効果的であるかということをですね、一緒になって、話し合って検討いたしまして、その中からさまざまなお知恵が出てくると思います。さまざまな意見が出てくると思います。それをですね、新たな政策、またはあるいは場合によっては制度等の新設を見直すのもあるかもしれませんけれども、そういったことにつなげて、効果的なですね、防止、そしてその高齢者の財産被害に対するですね、抑制効果につながるような政策をですね、検討してまいりたいと思います。他にご質問ありますでしょうか。そうですね、長い間の課題でございましたので、ようやく、法案が成立するということで、一歩進み出るのかなというふうに思っております。ただですね、これから施行までの間にですね、指針も作っていかなければなりませんので、それもまた非常にですね、課題が多くございます。しかしそのさまざまな課題について今回の国会の審議の中で、与野党を含めて、議員の皆様からですね、さまざまなご示唆もご意見もいただいて、その充実した市民が限られた時間の中で、ありましたけれども、市民がをいただいたと思っております。そこにおける、国民の代表である国会議員の皆様のご意見、それからさらには今後ですね、消費者団体やさまざまな関係者の皆様のご意見をですね、しっかり取り入れて、なるべく早い形でですね、また取り組みを進めていかなければならないなと、いうふうに思っています。他にご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、あ、はい、自民党の高市早苗政調会長が17日の神戸の講演で、東日本大震災で止まってしまった悲惨な原発事故を起こした福島原発を含めて、それによって死亡者が出ている状況にもないといった発言を繰り返し陳謝するという一連の動きに、被災地を中心に反の声が強いようですが、福島選出の議員として率直に現状どのようにどのような認識なのかをお尋ねしたいと思います。はい、私はですね、翌朝すぐにですね、高市政調会長に直接お会いをしまして、2人だけでお会いをいたしまして、直接抗議をいただきました。福島県におきましては、原発事故が起きまして、原発さえなければというふうに入って、自ら命を与えた方がおられます。または原発事故による無作物の出荷制限でですね、通知をされた翌朝に自ら命を絶った農家の方もいらっしゃいます。
その他ですね、本当に多くの方がですね、入居を起こしていました。本当に避難がですね、うまくできずに病院においてですね、取り残された方もいます。それから避難をした体育館で、冷たい寒い体育館でですね、避難を進める体育館で亡くなられたお年寄りもたくさんいます。そういう現状をですね、認識を出しておればですね、その言葉をですね、島県のご遺族や県民からすればですね、非常に厳しく言葉です。そのことに、対してですね、私は政調会長に本部をいたしまして、またこの場では与党の一員といたしまして、福島県民ですね、国民の皆様に非常に のお気持ち傷つけたということに対してお詫びを申し上げます。ありがとうございました。他にご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは次の問題をお願いします。